いやあまあいろいろレベルアップのために盗みに入りましてですねレベルを3ほど上げましたえーこれで電子装置が取れるはずやね取れたついでにあ車泥棒も取れるようになったなえどうしよう車泥棒欲しいなでもこれレベル1さよく見たらレベル2がいらんのよな 前提条件として車泥棒レベル1を要求されてないからこれ飛ばしていいんじゃないかもしかしてもういきなりレベル2を取りに行ってもいいってことじゃないあとスキルポイント1余ったなえーっとじゃあリュックサックの容量とか増やしておきましょうかうんこれでいいんじゃないかな雨どいを登るとかは最終的に必要になってきそうやけどハッキングスキル ちゃんとした工具を使えよあーっとタブレットをハッキングしろどどどうやってこれハッキング工具か買えるかな今お金めっちゃあんねんけどどれハッキングこれか5500買えるえハッキング工具を買った影響かわからないですけどラジオ壊れました めっちゃ嫌です買わなきゃよかった <laughs> はいこれを選択するえな何これえあえ道をつなげってことですかクソ <laughs> めんどくせえ行けたなんか偶然行けたはい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 偶然いけ行けたあと少しで足を洗える へえ足を洗う気なんて全くないけど俺死ぬまで泥棒やろうと思ってるけど生涯現役宣言してるけどもこれかタブレット600ドルえもっと欲しいなもっとたくさん欲しいなお金が You know they buy car parts on Black Bay, right? ハハ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 ハ あ,あ、そうか。取れへんかったけど、車泥棒って、あ、っていうか、なんかミッション上必要になってしまったな <laughs>。車マジか。取ればよかった。まあでも、どっちにしろ、レベル上げは必要になるし,し。ほな、どうしようかな。もう一回101行くか。いやいや、結局のところ、誰もいなくなる時間がある家ってほんまに強いんよね。 仮に途中にそのどんな障害があろうとその時間は完全に通行人の名だけ気にしてればいいから侵入がただひたすらになくここは21時に消えるので先に玄関の解除だけしてくるかで、なんかいつ帰ってくるか分からないけどまあかなり長い時間留守にしてるっぽいんですよねで、どっちにしろ電力が復旧する時間に追い出されちゃうので ここ明るいなここ明るいから電気消えてからやったほうがいいなこれ今ちょっと通行人おらんから一気に薪きで開けてしまいますほい開いてたら少しだけ時間をカットできるからねで、えー、急いで戻ってここ開けてブレーカー落として中に入ります 実はこの家何回か侵入しててさ <laughs> もうすでに <laughs> 行きつけの家でさ <laughs> 慣れたもんなのよ、ね、おーい今日も遊びに来たよーブレーカーの位置見直した方がいいよ失礼しまーすここギフト緑あギフト緑ある緑がちょうど欲しかったよなギフトってなんか 特定の色が揃うと高く売れるっぽいねんけど1つあたりめっちゃ容量を食うので実はあんまり持って行きたくないんよね <laughs> よしでえっ、ー、と盗んでないもん盗んでないもんフライパン何 <laughs> <laughs> でそんな地味なことせなかったあええかなるほどな 絵画は確かにちょっと新しいな試みとしてこれ出口付近に置いといて帰り持っていけるにしようリモコンあっプレイソニックやったあテレビ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 絶対いる A、えー、じゃないテレビが優先やテレビでかいな これは迎えに来るシステム使った方がいいかもしれんなよしやべえデカテレビが2つもあったこの家向こう側のところに車があるなあの車でも警報装置ついてんねよねよーしテレビ1台テレビ2台 この野生生えてる生えてるのを車で迎えに来るシステムにしようよし,よし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 いいですね今回プレソニーを盗めましたよ噂のプレソニーってもう完全にソニーのプレスティアン <laughs> よし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 これでどうですかこれ結構いったんちゃいますおいいね450レベルも上がったわプレソニー売りたくないな うちに設置したいなあプレソニー本体1100ドルで売れるたっかえ1100ドル定価いくらなの <laughs> え10万以上するってことこのゲーム機マジしかもこのえこの絵ゴミやんうそテレビ2個持ってくればよかった せやねんギフトをゴミ扱いされて1ドルでしか買ってくれへんねんまあこれはなんかコレクションアイテム特定の色が揃うと高く売れるアイテムっぽいのでいいんですけどギフト売れへんかなああ,あるあるある、ほら緑緑が4つ揃った緑が4つ揃ったので1000円で売れるあオレンジが4つも揃ってるさて車泥棒を取りました 手近な廃車がある手頃の廃車かちょっくらい,いじるぞほうほうほう廃車やったらまあせやね別に旧型車も不正にエンジンをかけられるハンドル下の電子装置を調べるあーなんか車盗むのも結構そういうのがいるんやな104あー104ってあっこか車庫の扉開けて逃げたとこか なるほどここって生活パターンどんな感じやったっけパーキングがないからゴリ押しでこの辺で止めるかゴリ押し駐車行くかいえーと昼ぐらいからか一人になるのえちょっと待って結構大事に車庫に止めてたと思うねんけどあれ廃車なの <laughs> 嘘安物の車っていう意味で参拝呼ばわりしてるだけないのか <laughs> あ、昼、昼どころじゃなかったもっと手前からやった。十時とかやったっけよいしょ。まあまあまあ、まだ、まだ余裕あるから。今回はもう車だけ盗んでしまいましょう。ほい。寝てるな。 な,なんか、ついでにスピーカーあスピーカーでかいなレシーバーよしどうやらその家で初めて盗むアイテムであれば経験値が全て10倍になるっぽいね過去に盗んだことがあるアイテムやったとしてもその家で盗み経験があるかどうかの方が重要視されるっぽいついでになんか金目のものないかな金もないかな金目 ないなぁなんもないなこれ廃車なんですかなんでお金が床に置いてあるんですかガサツよし盗むか盗むかやけどどどうするんやこれを車電源用のロックピッカーはよ言うてくれはよ <laughs> 言えよ 帰って行くわもうあの、銃持ってるやつがいてるクソやべえ102か、ちょっと車盗み用のアイテムを買いに行ったらお金が足りなかったんですよ、8000円って言われて泣きそうになったんで、あの家に盗みに入ろうかなと思ってます、であの家が、あのー、実は21時から、21時から、えー、朝の5時まで。 住民が開けると、家を開けるということが分かってますが、住民が家を開けている間、ブラインドが降りるので、ということは、1時間早く入って、家の中にあらかじめ侵入しておけばいいんじゃないかと。1時間前に一旦、ダーって行くでしょで、で、今のうちに、ここ,こう開けてしまって、 侵入するあああ、間違えた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 でどっか隠れられる場所にあらかじめ隠れておいたらいいんじゃないかとすみません、失礼します、失礼しますえ、隠れられる場所なくないこの家。 こことかどこかうよしよしこれでキャツらは出ていくはずめちゃめちゃドアに穴開いてんのに気にせず出ていくはずよし内側からブラインドが閉まっているあ,あもうこれ完璧やっとやりたい放題やんけそしてなんかいっぱいバイトを得てと <laughs> バイトをたくさん受けているのではい キーボードいいですね。盗みましょう。で、んこれは花瓶を盗め。あ,あ、はい、はいはい。盗みましょう。盗みましょう。これはもう、あのー、こちらから空いてるんですけど、この鍵がここにあると。やったー。あ車止まってないんや。これでこの家にはもう入り口から堂々と入れるぞこれはなんもないな。 なんか金庫的なもんないんかいな。あ、懐中電灯を持ってくればよかった。暗い。おっ、サムソン。<laughs> サムソンやな。ギャラクシーやな、これはじゃあ。<laughs> えーっと、装飾品を盗むか壊せ。装飾品ってなんやろ。装飾品ってなんや。あー、X ボックス、X キューブ。<laughs> もう完全に今 X ボックス言うてもうたけど。 よこくんはこくんはこくんあ持てへんって言われた持てへんのかしゃあないなじゃあ失礼車に一回この荷物積みに行きましょうかいや難易度高い家やなと思ったけど分かってしまえば大したことないなどの家もそうやけどやばいやばいやばい不自然な場所でか考えてる立ってる俺第一に立ってる いや不自然な場所でかがんでないな俺は。本当に不自然な場所でかがんでないな俺は。よし。なんか他にないかなって。カビ。装飾品を盗むか壊せってなんや。装飾品がアバウトすぎる。なんかい、いろんなものを。いろんなものを壊してみよう。ほら、このゴリラ流行ってんのなんか。 おプレイソニックのコントローラーコントローラーがあるってことは本体もあるんかコントローラーだけ持ってるやつだいぶやばいゲーマーやけど <laughs> 取りつかれてるタイプのゲーマーやけど金庫金庫あー金庫これだけかあ水玉のブレスレットやった宝石いやいやこんな高そうな宝石をいいんですか引き出しなんかに入れちゃって ガラスのコップ盗んどっかおタブレットいいやんけ金庫も念のために開けとくか金庫は時間あるからゆっくり開けるか音が変わったら警戒する変わった音が変わったオッケーこれやなこのやり方でかなり安全に開けれるな <laughs> あ心折れてるタイプのどうせや破,ら破られるんやろみたいな <laughs> 知ってんねん金庫入れても無駄やねんどうせ盗まれんねんおお元気元気うーなんか絵とか飾ってんのかなあこれかこれじゃあ盗むかそれ以外特になさそうかなあいつが持ってた銃ないんかなムカつくからあの銃盗みたいねんけど 持ってっっててるか持ってくなよ引き出しとかに入れとけよ固定電話へえ <laughs> この家の全てを奪い尽くしてやるよくも俺を一回びっくりさせやがったないやいい感じじゃないですかめっちゃくちゃ <laughs> 家の前に絵、えー、捨てられてるけどあんまりみんな気にせえへんねんな 通行人がちょうどいなくなったタイミングで入れ違いにい不審な動きをしているいや別にそうですかねよーしいいぞめっちゃ盗んだめっちゃ盗んだわ経験値1212やわこれレベル2分かったなふーあーちょっと待って垂直のブレスレット いやあ、もう、宝石をばらしてるときが一番幸せ。金庫破ってる時ときと、宝石ばらしてるときに喜びを感じる。ふぅ。これも売るか。そういえば、ブラックベイとかでなんか買い取りしてたりせんやかな。なんかもう、ヤフーオーク見る感じになってるわ。車のパーツとか、車のパーツとか、あ、キーボードが高く売れる。いいねー なんかでもそろそろ見たことがないアンティークのなんちゃらアンティークの蓄音機8000うわーアンティークシリーズとかあんねやろななんか車の後ろに何か積んであってなんやこれって思ったけど俺が盗んできた絵や車の後ろに波が買って買って高値ちゃうかうわいいですねめっちゃいいじゃないですか コントローラーだけでも240ドルで売れんねんけど <laughs>。あ、そう、すごいな。え、安っよし、俺の長年の夢やった車泥棒がついに、ついに、叶うということですね。あ、ちょ、待って、ちょわ何時ぐらいやったっけ ?10 時ぐらいか ?10 時、11時ぐらいやったよな。一回10時で様子見ようか。ついに、 ついに車を盗める日が来たというわけでございますねあ9時からか早かったわ全然さて見られてないタイミングでよいしょさあしゃがみますしゃがんでこそこそ開けましょうこの鍵が一番めんどくさいうまくいけい 1回でえなんか苦戦してるこれ時間強制的にかけられるからレベル2の鍵ほんまにめんどくさいねんなしかも下の人寝てないやん寝てろよついでになんか盗んでっかー <laughs> ついでオフりしてはれやけどさあ入り口レベル3やんなんや入り口から堂々と入ればよかったなあなんか食器がめっちゃ乱雑に置かれてる いや,いやこの家え、なんか何コップとかはちゃんとしてんのにスプーンとフォークめっちゃ適当にえーっとろうそく立てまあ適当に盗んどっかコップろうそく立て <laughs> うんと他にはまあでもこの辺の家じゃもう俺を満足させるようなものはないやろうな テレビも小型やしなぁ。花瓶だけ盗んどくか。スピーカーは運ぶ必要があるから、多分運ぶ割に対して売れずにイライラすると思う。全然大したことないやんけ、ってなりそう。あなんでなんでこんなにスプーンとフォークが多岐量にあんの、この家。え食いしん坊うわぁ、今度はきれいに並んでる。包丁も並んでる。やばい、この家。エンゲルケースエグい。では。 お車を盗ませていただきますおえめっちゃ音するやん<え>おお押すんか <laughs> 一生押し続けてたわイングリモングリしてたわえで,であ乗りますでえ乗ったけど えの乗ったがあこれあはい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 、はい、えこれこれどどうすんのおお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 おかかった、えー、今のは片っ端からやればいいんかな廃車ちゃうやん <laughs> 全然動いとるかなこれでもう普通にそのまま出ればいいってこと よ,よっとう,うわー、俺の車、<laughs> 曲がるとこ間違えた <laughs>、俺の車 <laughs>、俺の車 <laughs>。